どうも、スクエアスクエアです。では、今回もファイナルファンタジー7の実況プレイを始めていきたいと思います。の前になんですけど、実はですね、コスタデルソルあるじゃないですか。ちょうどそこに見えてる街なんですけど、前回の動画でそのダイジェストを見せたと思うんですよ。で、あの後にある方からのコメントでいただいたんですけども、どうやらコスタデルソルにはティファの幼馴染のジョニーや、あのかつて風呂を男風呂を共にしたムッキーがいるらしいんです。で、今更戻ってもいるかどうかわからないんですよ。いや、わからないっていうか、まあ行ってないからどうかいるかどうかもわかんないんだけどね。なのでね、せっかくその情報がもらえたのに動画に流さないのか、動画に流さなくていいのかと自分考えて、ちょっと前のセーブデータを使ってジョニーとムッキーの2人に会う瞬間をちょっと録画して映像にしてダイジェストとして収めましたので、まずはそのダイジェストをご覧ください。どうぞ。もしかしてムッキー来た本当にいた。何してんのこんなとこで。うそ僕この街気に入っちゃった。裸で歩いても白い目で見られないもんね。ひって、注文かい？今はないよ。ぜえぜえ、暑いとこ苦手。いやー、ムッキー久しぶり。いつ以来だっけか。蜂蜜の館以来だね、お前とは。いやー、まさか本当にいるとは思わなかったな、お前が。そういう出会いもあるもんなんだな。よし、次。そうそう、そんなこともあったね。あ、いたんだな。見落としてた。あ、すいません、前回のダイジェストの時ここ見てませんでしたもんね、自分。あ、ティファここにいたんだな。いくら探してもティファがいない、やたらいないので、探してもティファがいないので先進めちゃったんですよ。こんなとこにいるとは思わなかったな。クラウド、ごめん、今日は2人にさせてね。久しぶりだし、たまには息抜きもね。でさ、でさ、そん時。なるほどな。彼あれですよね、蜂蜜の館で、いたティファの幼馴染です。だいぶ前の動画になるんですけども、7番街スラムの両親じゃないですか。自分その時ビッグスかベッチの両親って言ったんですけども、この赤髪の彼の両親だったらしいんですよ。まあ、コメントで教えていただいたんですけどね。まさかこんなところにいるとは思わなかったな。ジョニーだって、イヒヒヒヒ。ちょっと話聞いてみますか、ジョニー。そういうことだから悪く思うなよ。あんまり遅くならないようにするから心配しないで、だって。ああって、明日には出発だからな。なるほどな。ジョニーくん、こんなとこにいたんだな。なるほどね。
まあ人はどこで出会うのかもわからないもんだな。俺もそういう出会いがしてみたいな。うん、はい、いかがだったでしょうか。いやー、まさかこんな見落としがあるとは思わませんでしたね。まあ次の探索もね、まあ、なるべく見落としがないようにしていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。ではそろそろ進めていきますか。前回は運搬船でジェノバを倒してコスタデルソルを満喫したところまで進んでおります。で今回は多分西に進んでいくと思いますので、ではやっていきましょうか。それにしてもまさか本当にジョニーとかいるとは思いませんでした。まあダイジェスト動画でもまあ喋ってはいますけども、人はいつどこで出会うか分かりませんね。まあこういう出会いも楽しみの一つなんでしょうけども、まあ僕にはまあ怖いですが、そういうまあ人や仲間が会いがあまりいないのでね、よく分かんないですけど。あ、てかあれ、今の戦いでちょっとふと気づいたんですけど、はい、イフリート使ってませんでしたね。前回のとか見せる見せるとか言っとけたが、結局見せてないっていうね。まあイフリートでいっか。で、まあこのカバウをまあファイヤーにしておきますか。あれ、ファイヤーつけてたっけ、俺。いや、つけてない。オッケー、これでいきます。行き止まりか。こっちか。じゃあ次、敵に出会ったらイフリートを見せたいと思いますので。お、早速出たな。では、早速ですが、イフリートをお披露目会といきますか。どこの回？おお。おお、突進技か、地獄の回って。いやー、召喚獣はいつ見てもロマンがある。他のもなるべく全部見ていきたいですね。それじゃあちょっと目的地に着くまで一旦カットしていきたいと思います。目的地に着いたところからまた再開していきたいと思いますので、それではカット。はい、というわけでね、無事に目的地にたどり着くことができました。でもクラウドもうちょっとレベル上がりそうだな。まあいっか、それも中に入ってからやればいいだけの話ですか。じゃあ進んでいきましょう。お、誰か人がいる。ふう、お、あんたたちはちゃんと話しかけてくれるんだな。なんだ突然。何のことだ。少し前にすれ違ったクロマントのやつがよ、人が親切にこの先は危険だって教えてやってんのに無視しやがってよ。セフィロス、ふーむ、行く先々にね。ああ、なるほど。あ、てか敵出んのかよ、ここ。なんかいろいろ盛りだくさんですけど。
ックにされたけど多分治る。戦闘後には治るから問題なし。オッケー。何電撃鳥の角とかってなんか手に入りましたけど、敵全体にサンダラの効果だって。へえ、なるほど。クラウドのレベルもうちょっとで上がりそうなんで、せっかくだからここでちょっとみんなの1レベルずつ1レベルを1レベルずつ上げていきたいと思います。もしかしたら盗めるなんかレアアイテムとか盗めるアイテム出てくると思うので、もしその敵が出てきたらまたダイジェストにして流したいと思います。それでは一旦カットします。カット。はい、育成が終わりましたので再開していきたいと思います。ご覧の通り全員1レベルずつ上げております。あとですね、盗める敵はいたはいたんですけども、ちょっと性能的に自分にとっては微妙かなと思ったのでダイジェストには流してません。申し訳ございません。では進めていきましょう。魔鉱炉や、びっくりした。山を登ったら急に魔鉱炉出てきたからちょっと言葉が出なかったです。はい、一瞬自分ミッドガルかと思ってます、この BGM 的に。え、でアースが敵出んのか。ガリオ先生の効果ちょっと調べたんですけども、敵に即死の効果を与えるらしいですね。だから結構強いと、まあ、即死が効かない敵にはまあダメージなんですけどね。でどこまで行きますか。こっちかな。あ、進める。わあ、なんかすげえ敵。さあ、ビッグリートでやっちゃいますか。まあでもこれだけリミットが優先されますからね。まあこうやって、まあ、普通の敵でリミットを使っておくことによって、まあ、前回のジェムマ戦のような、まあ、あっさり感をなくして盛り上げるような戦いになるのではないかなと思います。まあボス戦がこの先あればの話だけどね、もうセブ画面がありますね。ではちょっとセーブしますので一旦カット。はい、セーブが終わりましたので進んでいきたいと思います。それにしてもさっきの魔鉱炉誰も触れなかったけど大丈夫かな。それあれ、なんか道に分かれてますけど、どっち行けばいいのこれ。ちょっと上進んでみますか。おっと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 、なになに、あ、なにそれ、なにそれ、
ああ、もう取れないのか。そっか。いや、なんか突然連打するとかって言うから。何が何やら。わからなかったです。すいません。あ、バテリーあるじゃん、そこに。てか、ダブルマシンガンってバレットでしょ。あ、来た、2倍だ。オッケー。ダブルマシンガン。ああ、でも、それによって、いろいろ、ほら、霊気とか。体育科か。じゃあちょっとマテリアの整理しますので、板カットします。はい、マテリアの整理が終わりましたので次に進んでいきたいと思います。ってことは次2人進めばいいってことかな。さて、進んでいきますか。では今度は南の方に進んでいきたいと思います。おっと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 、あー、うわーって、あー、連打する。はい、また失敗してしまいましたけども。だってね、あの落ちてる間に連打しないとあのアイテム取れないわけだからね。まあいっか、あのアイテムは仕方ないです。で、これはエーテルターボ、そしてこれはまた、いや、今度はあー、またかよ。マテリア壊せてお願いだから。あ、今度はちゃんとアイテム取れる。よかったよかった。ウィザードロッドだって。よかった、最後の最後のアイテム取れた。変身のマテリアだって。なんでしょう。変身剣の魔法が使えるようになる。あー、でも、まあ自分の動画でこれはお目にかかるかは分かりませんけど、まあ一応持っておきます。では次に行きますか。上あたりにでも進んでおきます。じゃあ、あ、女子3人がいつの間にそこにいる。あー、やっぱイフリート強え。一瞬で、いや、イフリートに限らずなんですけど、召喚獣ってやっぱ強力で強いっすよね。キャー、クラウド頑張って、クラウド頑張れ。何の応援してんの。そしてユフィは相変わらずスルーっていう。何の応援なんですかね。まあよくわかんないけど、まあ行きますか。で、どう行けばいいの。こっちかな。あれ、行けない。狭いな、ここ。さあ、気を取り直して。ん？これかな？これを動かせば。何を動かす？じゃあ、まあ、一応操作しておきますか。あ、ティファたちがやってた。ティファたちがなんか言ってる。てか、ここ登れんの。
え、てか上に進んじゃってるけどいいの？ヒュー、あ、ヒノか。はい、はい。ちょっとバレット、だってレッドさんって食わないで。食欲旺盛なのは分かるけど食べないでくれ。どうするか。宝をもらっておきますか。どんな宝か分かりませんけど、世の中は厳しいからな。お宝はいただく。そうですよね、食物連鎖ですからね、仕方ないよ。ヒューヒューバレット、何をヒューヒューしてるの。ごく、ちょっとだから13食っちゃダメよ、ヒーラーちゃん。わ、親鳥だ。頑張れみんな。俺もヒーバー、あ、じゃあチョコボ、鳥つながりでチョコボで応援してやる。あ、倒しちゃった。なんだ、倒しちゃったじゃん。なんだ。フェニックスの王を10枚手に入れた。おっと、急に落ちてきた。え、で、こっから、どうするんだろう。あの橋を渡ればいい。え、ってことは、いちいちあそこに戻らないとダメってことなのかな。いや、もしかするとこっち行けるかもしれないから、ちょっと行ってみますか。いや、でも、やっぱりティファたちが、こっち、下の方を通っていったからだ。それじゃあちょっと下の橋に着くまでカットしたいと思います。カット。はい、下の橋の方に到着いたしましたので再開していきたいと思います。ちょっとサーティーンの体力やばいな。少し回復します。はい、では再開していきましょう。こっち行けば何かあるかな。特に何もなさそうだな。タカトリスいるじゃないですか。さっきのあの鳥みたいなやつ、やっぱ伝来鳥だがって言われてるからサンダーとか効かないんですね。あの敵サンダーとか試してみたんですけど、ゼロダメージだったのでね。なるほど。てかすごいパスだな。あ、ボーン。あ、こいつ自爆してくれるやつですよ。知ってます。こいつは FF 高速の実況とか見てるんだ。知ってます、こいつは。やばいやばい、自爆。あー、やっちゃった。ボム爆発だ。大丈夫かな。あ、でも大したそのことなかった。へぇ、ボム出てくるんだ、ここに。なるほどね。で、ここどこだ。あ、これる山西か。いやー、それにしても、でかい釣り針ですね。まさか落ちるなんてことないですよね。落ちて、谷底へ転落するなんてことないようにしたいのですが。13には結構ダメージ食らいますね、あのボム爆発。そして経験値ももらえないっていうね。あー、で、あのそのさっきのボムに炎ファイア系の魔法を試してみたんですよ。そしたら、まあ、炎効かないのがゼロダメージだったんですよね。まあそこの属性も考えて、
魔法を使っていかないといけませんね。で、ここはどこだ？貴様は？おい、奴が戻ってきやがったぜ。え、誰？え、バレット？奴って、ここで待っててくれ。ああ、バレットなんか訳ありだな。またバレット様に会えるとは思ってもみなかったぞ。向こうにいる奴らはてめえの連れなのか。ふん、気の毒に。何せバレットという死神に取り憑かれてるんだからな。どの面下げて戻ってきたんだ。見てみろ、お前のせいで北コレルは瓦礫の町になっちまった。なんとか言ったらどうなんだ。自分がやったことを忘れたんじゃねえだろうな。なんか訳ありだな、絶対。何やらかしたんだ、バレット。すまん。し、面白くね。こんなデキの棒に変わってるとろくなことがねえな。聞こえただろ。俺のせいでこの町は壊れてしまったとさ。なるほどな。でもな、バレットらしくないぜ、弱気なの。誰かさんのおかげで北コレルはこのありさまだ。え、で、これからどうするの？あ、こうか。邪魔しないでくれよ。この地に残されたものはガラクタアサリジでしか食っていけねえんだ。なんでもいい、買ってちょうだい。あ、お前は案外優しいな。普通、よっ、バレットの連れなんかに売る品物はねえって言うと思うんだけどね。生き抜いていくにはこの店の武器が必要だぜ。あ、早く、カクテル。あー、でもそんな微妙だな。何か用か。あー、じゃあ話を聞くでいいか。左の道を行けばロープウェイ論理場があるぜ。ロープウェイに乗ればゴールドソーサーに行けるんだ。あ、ゴールドソーサーってなんかどっかで聞いたことあるような。ゴールドソーサー、まあどっかで聞いたことあるんでしょうけど。まあなるほど。まあ俺たち貧乏人には関係のない話だけどな。じゃあ何か買いますか？何売ってるんですか？ああ、変身とかか。あ、乙女のキスとかあるじゃん。打ち出る小槌とか、金の針とか。まあ、一応、これ10個ぐらい買っておきますか、念のため。もしもの保険のためにね。まあ、いっか。じゃあ一応、こっち行ってみますか。ああ、フィードに出られるのか。なるほどな。あ、てか、MP 使いすぎたんで、ちょっとテントで休みますか。では、セーブしますので、カット。ゴールドソーサーエリアだって。なるほど。では、ですね。まあ、今回はこの辺で終わって、リンクしますか。次回はゴールドソーサーってところに行くと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では今回の動画は、まあ、ちょっと早いかもしれないといっても、まあ動画的には多分20、30分ぐらいになってると思いますけども、ここで終わりといたします。次の動画でお会いいたしましょう。お相手はスクエアスクエアでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。